私は日は日は食します。ドラナンマちゃん見てくれました？ちょっと待ってね、ちょっと時間なくて。泣きそうになってた。笑っちゃうか、うん、ね、めっちゃ頑張ってましたよ。あれ難しいですよね。でも、ね、見て、やばない？これね、アイロンで火傷したんですよ私。この間ね、髪のからし、ちょっと美味しい、いただきます。どうだ。え、そう、ループしてる？ちょっとやだ。なんで？うん。動いてるかな？動いてますか？動いてる？よかった。動いてるそうです。バリオさん、ありがとうございます。久しぶり。またっけ食べてみた。冷やし中華始めました。通り過ぎた。麺食べてます。あれ結構壮絶なロケですよ。なんばちゃん可愛い。バリオさん、ありがとうございます。めっちゃ可愛い。アイス？めっちゃ近所で撮影してますよ。
若っぽんさんマジですごい、めっちゃ喋ってると思う。マジで私今ドイツ語が待ってんですよね。裏ナンバちゃん1でも一瞬だけドイツ語喋ってんですよ。気づいた方いる？少しだけドイツ語わかりますをドイツ語で言えます。あとはスペイン語で、スペイン語でも少しだけスペイン語喋れます、言えます。電波悪いな、なんで嫌なんですけど。なんかね、意外と困ってる人いないんですよ。絶対有料って思われてます。あと有料って思われてんだよな、企画の趣旨を説明してないんで相手に。そう、結局説明してからだったらいいんですけど、なんか私が喋りすぎの禁止らしくて。私はあくまで通訳なんで。ごちそうさまでした。かわいい猫ありがとう。ちょっと伸びよ。こんにちは。あと王のドイツ語で言えますよ私。しょぼ。ドイツ語で王のって言います。友達に教えてもらった。めっちゃでも似てるんですよね。王ナインって言うんですよ。可愛くない？なんかちょっと王ナイン、ドイツ語で言います。私の知ってるかすかなドイツ語みんなに。ウィズがミッツ MIT です。確か確かね、チョコラも自信ない。確かミッツ。愛媛でも本当に私は愛媛してあるんですよ。ドイツだから、ドイツ語を少しだけ話せます。スペイン語ではハブロポコエスパニョールって言います。少しだけスペイン語が話せますって、スペイン語で言えます。私はそれしか言えないんですよ。みんなハートありがとう。何も言えないんです私。悲しい。あ、何写真いる？あと違う。なんで私なの？え、どうする？なんで？あ、持ってていいの？喜んでください。お、喜んでるよ。大丈夫？違う、ママに私渡したいとかない？はい。あ、絶対言わないでしょ。言わないよこれ。この、このとストレスコントロールシステム、こちらのレベルです。それは言えます。私幼稚園でスペイン語やってたんで。
幼稚園でスペイン語やってました。アメリカってね、聞くアメリカ語だって英語が喋れるんでスペイン語やるんですよ。だから私の幼稚園はそうだったんですよ。私の幼稚園はそうでスペイン語ちょっとだけやってたんです。でもほぼ覚えてないんで数字だけ言えます。え、なんだっけな、ドイツ語まだ覚えてない。アイヌドライツワイみたいな、なんちゃら最新してます。将来的に何カ国語、え、5、今2喋れるんであと3なんですよ。ほんでスペイン語とドイツ語って英語にめっちゃ似てるんですよ、まあ、特にスペイン語。スペイン語ってもう本当にパーフェクトとかさ、ファボリータとかさ、まあ何でもあるんですけど、ほぼほぼ英語みたいなもんなんでなんとかなるんですよ。ドイツ語も似てるような感じね、まあ、ドイツ語の方がちょっと難しいんですけど、あ、ドライ逆ちょっとあんま覚えてない。ドライが3、アイ、ドライ、ズワイか、ちょっとあんまごめん、まだちょっと数字までいってないそうね、韓国語、でも韓国語なんやってる人多いからなとか思いながら、でも韓国とか、まあ、中国語、あ、そう、でもフランス語も、フランスとかイタリアってスペインができたらいけるみたいに言うじゃないですかって思ったらそっちも行きたいみたいなだから語って言ってるけど、多分いけるもんなら多分もうちょい覚えたいです。マジずっと友達、その留学でできた友達とずっと話してて、今でももう帰ってきてだいぶ経つんですだけど、やっぱ語学って楽しいなってめっちゃ思います。楽しい。ちょっとまずはスペイン語とドイツ語を頑張ります。ではちょっと15分経ったんで終わりたいと思います。南極のペンギンの友達はちょっといないですね。言いたいわ、でも楽しい、ペンギンと友達です言いたいわ。よし、よし、ペンギン。では着替えてきます。バイバーイ。